フランス代表デシャン監督、サリバのプレイが好きじゃない。フランス代表では定位置を確保できないサリバについて、フランス代表のディディエ・デシャン監督が言及している。彼はいいシーズンを送っているが、私があまり好きではないこともやっている。フランス代表として出場時間が限られているが、彼がプレイした時に必ずしもうまくいくとは限らない。さらに、特定の選手には粘り強く取り組むようにしている。自身や小さな障害が大きな変化をもたらすかもしれないからねと語っている。私があまり好きではないことをやっているの意味は何だろうか。一方的に気に入らないと非難されるようなプレイは見たことがない。むしろ若いのに冷静さと確実さが備わった理想的な CB な印象だ。具体的に好きではないことが何か教えてほしい。代表で怪我してほしくないので、デシャンがそんな考えなら代表に呼ばないでクラブに専念してほしい。アーセナルにとって今は本当に大切な時期だから、個人的に嫌いで起用する気がないなら呼ぶなよな。試しもあったのかもしれないが、ドイツ戦でサリバコナテを差し置いてパバールーパのセンターはびっくりした。これがデシャンの中の序列で、ユーロ本大会もこれで行くなら結構苦戦しそう。サリバコナテ差し置いてウパメカノとかマジで常人じゃ理解できんよな。ダブルハイはよくやってたと思うけど、バイエルンの試合見てたらとても先発させようなんてならないと思うが、デシャンの好き嫌いだろ。サリバを呼ばなきゃ批判されるから親善試合には少しだけ出場させてお茶を濁す。あれだけ活躍して出番がないならお手上げだわ。明らかにサリバの方が能力が高いのにな。サリバの何が嫌いなんやろ。